さあ2分2ラウンドに変更となりました。2分2ラウンドでの試合です。ノブ対デンサヤームのスペシャルエキシビション。身長は176センチでデンサヤームが6センチ勝っています。向かって右側がノブ、対して左側褐色肌が今手前側背中が見えています。デンサヤームデンス、はい、すみません、おととしの3月の初来日の時が当時 K1 チャンピオンの武井良樹という選手と対戦して惜しくも負けてるんですけど、すごく接戦になって、でそれ最後に武井君がプロボクシングに転向して今大橋ジムでずっと練習を続けて、今度東洋太平洋ですか、タイトル決まった。デンサヤームは今日は武井君の最後の K1 ファイトの相手なんですよね。判定勝ちとなりはしたものの、はい、デンサヤームの良さは随所に見られた試合でしたね。そうですね、初来日でこれだけ頑張るんだったら楽しみだねなんて話したら、今度体が大きくなって、ライト級で 62.5 キロでも試合なので、8月 の K1 福岡の試合も楽しみですね。176センチのデンサヤーム、対してノブブレイブリーは170センチです。ノブは今までベルトでも、そして試合でも、そして練習指定でもブレイブリージムの選手たちを引っ張ってきました。ここまで世界タイトルマッチをはじめさまざまなベルトを獲得しています。こういった選手がジムに1人いるとやはり全体の雰囲気というのは変わるものでしょうか。やっぱりベテランというのはそうですね、あとは試合で見せるということもやってましたし、だからこそやっぱ今回はね、エキシになったんです。でもこの試合って本当普通の公式戦で見たかったですね、はい、タイトルをかけて行うような、はい、そんな豪華なマッチでもあるかなと。そうですね、格闘技がお好きな方だと思うかと思います。 M1 ジャパンスペシャルエキシビションマッチが行われています。さてこのエキシビションマッチが行われた後、パフォーマンスなどありまして第9試合、そしてセミファイナル、メインイベントへと続いていきます。メインイベントでは M1 世界バンタム級王座決定戦、マサブレイブリー対プランダムソースリンの試合が組まれています。マサブレイブリーは地元佐伯市で3本のベルトを現在持っているチャンピオンです。第1ラウンドのスロー映像をご覧いただいています。来月の K1 に向けてデンサヤムの仕上がりはいかがでしょうか。もう全然いいんじゃないですかね。やっぱりエキシはエキシなんですよね。もう早くから上がってきて、ここから1ヶ月また練習積んで、あ、ゴンナパー選手もいますね。なんかセコンドやってますね。先日のザマッチでかなり話題になりました KO 勝ちを収めたゴンナパーウィラサクレックもデンサヤムのセコンドに入っています。こちらです、ムエタイ大魔神と呼ばれるゴンナパー。ラウンズファイナルラウンド、2分2ラウンドに変更となりました。スペシャルエキシビションマッチです。距離を取ろうというのがデンサヤームですが、ノブがなんとか追い込もうとしていますね。そうですね、やっぱりどうしてもやっぱりエキシとはいえやっぱり優勢に進めたいんでしょうね。なんかそういうノブ君の試合できなかった無念さがちょっとエキシに現れているような気がします。またノブは今回、はい、もともとは試合を行いたかったんですが、そうですよね、減量ができない薬の影響ということもありました。ですが、ガンが発覚した後に世界タイトルを取るってチャンピオンになるっていうのはまあないことですよね。そうですね、やっぱり現役をまだ続けて今39歳ですか、年齢的にもそうですし、まあ大丈夫か、でもやれる限り続けてほしいし、はい、デンサヤムが見事なこかしを見せました。ですがムエタイと K1 ですとルールが少し違います。肘ありというのがムエタイで、肘なしが K1 です。そのあたりで K1 に合わせた練習を現在積んでいるというデンサヤームです。そうですね、まあ、8月こそ K1 のルールの試合ありますけど、ウィラサクレックさんのところで招聘している選手なので、今後古道のリングでデンサヤーム上がってくることあるかもしれないですね、まあ、実際このカードがそのままスライドすることあるかもしれないですし、この2人でタイトルマッチが行われるということですね。そうですね、常にガードをつけてエキビジョンですから、
そこまで全力ダメージが残らないようにというのはあるわけですが、2人の動きのキレを感じました。エキシビジョンマッチでした。アイデアファイデンサイアムアイデアファイデンサイアム、そしてドブ・グレイビー選手です。ちなみにアイデアファイデンサイアムデンサイアムアイデアファイデンサイアム選手は8月11日福岡国際センターで行われる J1 の試合に出場されます。お待ちください。では、先ほどで、ドブ・グレイビー選手、どうぞ。ノブブレイブリーのノブブレイブリーがマイクを持ってリング上で会場に向けて何か話すようです。写真を記念撮影を撮ってからドブ選手から一言もらいましょう。38戦20勝17敗1分け、ここまでさまざまなベルトを獲得してきました。ブレイブリージムのエースです。一言お願いします。皆さんこんにちは、ノブブレイブリーです。本来なら今日は公式戦で試合をするはずだったんですが、現在ちょっと治療している病気があって、その病気の経過が良くなくて、エキシビションという形になりました。一応、11月27日別府のビーコンプラザで、ちょっと経過次第のところもあるんですが引退試合をすることになってます。メタイがやっぱり僕の全て、人生の半分以上はもう僕のメタイだったんで、最後に11月にいい試合を見せて最後にかっこよくに出てくるように頑張りますので、あと少し応援お願いします。なんということでしょう、ノブ・ブレイブリーの口から引退試合という話がありました。今年の11月です。元 K-1 プロデューサーでノックアウトプロデューサーの宮田さん、いかがですか。決断したんであれば、残念ですけどね、11月27日別府ですか、じゃあファイナルマッチということで、そこで優秀の美を終えられるよう頑張ってほしいなと思います。